それではですね、次はブログタイトルについてということをお話しさせていただきたいと思います。ブログタイトルについてですね、ここがですね、一番難しいところです。実際にここで 1,2 ヶ月かかるクライアントさんも多くいらっしゃいます。まあ、実際ですね、私も今の感じで、書けるようになったのは2年ぐらいかかりましたね。やっぱりですね、ここが非常に難しくて、じゃあどこで絞っていくのか、どういうふうに打ち出していくのかっていうのが非常に難しいです。で、よく言われるのが、まあ、その何て言うんですかね、自分がターゲットにしている方に向けたタイトルを結構つけがちなんですけどね。あとは何て言うんですかね、あと女性で多いのが、なんとかのキラキラウロとか、ハッピーでなんちゃらとか、ね、結構でやっちゃいがちなやつがよくあります。それは誰も見ません。それをやっていいのは誰だと思います？ちなみにどういう職業？芸能人。はい、正解です。ありがとうございます。それをやっていいのは芸能人です。まあ、私のパートナーのね、コンサルタントの方でよく言うんですけども、私はブログコンサルで打ち出してるからみんな来るけど、私がね、47歳なんですけど、私47歳のおっさんが家でね、食事の記事アップしたりとか、誰も見ないでしょっていう、ね、こんなおっさんの日記とかで、ね、誰も見ないですから、見たいと思いませんよね。はい、なんでそういうことで、まあね、ルックスとかね、容姿が良かったり、まあ、芸能人とかね、であれば日記とかね、すごいみたいです。そうですね、私であれば、よくエビちゃんのブログとか見ます。今ちょっと笑うとこですね。そういう、ね、方もいます。まあ、多分ね、読者になっているのか、なんかどこかでいい人なのかわかんないですけど、なんか結構ダムブロって、自分の、携帯の、ね、アプリで見ると、だから下の方に読者になったブログとかが更新されると出てくるんですね。何々しました。まあ、エビゾーとかによく出てきますけど、エビゾーはもうアメブロでね、オフィシャルブログになってて、まあ、ビッグビッグの、あの人はゲーって言うのか、殿堂入りしてますから、あの人は書いてるだけで月400万ぐらいもらってるそうです。ちなみに1日あの人ね、10キロぐらい走ってますから、ね、すごいですよ。もう断るよ、距離に写真撮って。まあね、そうなるのは、まあ、結構難しいですから、私たちがやるのは絞ってですね、ピンポイントでお客様を集めていくという方法です。で、今回はカフェ会で、この前のね、動画と実は一緒に送ったんですけども、ブログテンプレートですね、この前の送った LINE かな、メッセージ見ていただければ分かるんですが、タイトル「まるまるのカフェ会漢字」でプチ切るね。で、このタイトルにしてくださいというように前回送りました。で、まあね、動画見ていただいてないということが多かったので、今日また改めて言っていただいていこうと思います。で、先
ほど言いましたけども、タイトルとか作るのって非常に難しいです。で、この前ですね、私たちみんなで打ち合わせをして、じゃあどうしたら書きやすくできるか、どうしたらタイトルを完全につけるかっていうことで、いろいろ議論をしてですね、このテンプレートに取りました。で、ここの部分、今日皆さんに考えていただきます。ここの部分を自分の得意なものとか、好きなものとか、打ち出したいとか書きやすいものをここに入れてほしいです。例えば今日言っていらっしゃらないのかな、あの猫が好きな人。はい、ああ、そうだ、言いましたね。ありがとうございます。前回質問いただきましたよね。質問いただきましたっけ、前回。そうでしたっけ。確か。そうですね。はい、これで大丈夫ですか。はい、それをちょっとね、例題に出したいと思いますが、まあ、例えば、違う方だったかもしれませんけども。猫好きではないかと。猫好きです。まあ、じゃあそうじゃなかったとしたとしても、まあ、猫好きな人いると思いますし、犬好きな人もいると思いますけども、まあ、例えば猫が好きだったとします。まあ、こういうふうにね、あぶり出していくっていう部分をちょっと実践的に見せていきたいと思いますけども、じゃあ猫好きだとします。で、猫好きって書きますね、最初に。これはブレインストーミングって言って、自分の脳の中をどんどん整理していってまとめて、炙り出していくっていう作業なんですけども、これは私のクライアントさんにもよくやっていただいてるし、自分も一人で家で僕はホワイトボードまでやってます。それぐらいこういうのって大事です。で、まずは書くのが大事ですね。頭で、あれがいいかな、これがいいかな、こんなタイトルがいいかな、私こうだったかなって考えてると、どん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 情報ってなくなっていっちゃうんですね。思いついて忘れちゃうんです。で、実際今日のセミナーも実際ですよ。実際は今日を学んで、実際に時間が経つと1ヶ月後にはこのセミナーがあったこと自体みんな忘れます、はっきり言ってそれぐらい人って忘れやすいんですよ。だから逆に忘れないようにするんじゃなくて、忘れる前提で何でもいいから書き留めてほしいんですね。それはブログの記事も同じです。あ、今日これ書こう、明日これ書こうと思ったら、もうすぐスマホのメモ帳にメモってください。そういう癖を本当につけてください。これからブログやっていきますし、他にも、Facebook とかいろいろありますが、これからいろいろ学んでいくにあたって、これは非常に重要なことになっています。最近は特にですね、SNS とかスマホでいろんな情報が自分に入ってきます。入った分って出ちゃうんですよ、人間のっていうのは。だから入ったら、これもですね、例えば10個の学びがあったとします。で、10個ここに入れますよね。で、覚えた、よし、分かったとしますね。今日セミナーで例えば10個覚えました。そしたら、帰り道とか帰りの電車に乗っている時とか、スマホありますよね、友達からのメールだったり、誰かのメールマガだったり、Facebook の情報だったりっていうので、余計な情報が10個入ってきます。勝手に、最近はもうスマホがあるんで、もう意識してなくても絶対入ってきちゃうんですよ。なので、この情報が入ってくると、この情報が抜けます。実際10個が抜けて、こっちが入ってきますね。確かに覚えてるかもしれない、3個ぐらいは。でもほとんど抜けちゃいます。で、それは今日帰って帰り道に電車でスマホを見ているときにほとんど抜けちゃいます、実際は。じゃあ丸1日経ったら、今日の夜になったら、帰ってテレビ見るかもしれませんし、友達から電話来るかもしれませんし、飲み会に誘われてね、飲み会に行っちゃうかもしれません。そしたらもうこれ本どっか行っちゃいます、ごめんね実際どっか行っちゃいます。そうならないためにメモってくださいということです。だから私は記憶力がいいとかね、私は結構勉強してますとか、ありますけども、忘れる前提でこれから起こること、これから学びを得たこと、何かが起きて写真を撮ったりとか、記事にしようと思ったタイトルとか思い浮かんだら、すぐにメモってください。
ちょっと話取れてしまいましたが。何が言いたかったかっていうと、ここですね、ここを考えるときも、もう全部書いてくださいから。で、こうやってブレインストーミングしてると、10個思い浮かんで、どんどん思い浮かんでくるんですよ。人間って結構ね、頭がいいとか悪いとかなしに、私も高校中退で勉強できなかったタイプなんで、よくわかりますけども、こう記憶力めちゃくちゃ悪いんですよ。社会の勉強とか特に嫌いでしたし、国語とかね、重複系が僕苦手で、歴史とか、なんか物理とか、なんかね、地形とか、覚える系、数学とか好きなんですけど、そういうのってやっぱり難しいです。で、今もこう聞きながらね、書いたりしてほしいんですけども、私は猫好きだった、わかりました。これはね、忘れることはないとは思いますけど、こういうのを書くんですって。猫好き、はい、わかりました。じゃあ猫好きのカフェカレー感じですけど、これだとねちょっと弱いかなみたいな。じゃあ、猫どうしようかな、猫好きのカフェカレに通う20代女子のカフェ会館で好きとかね、これだと猫好きっていうより猫カフェに通っている方がマニアっぽいじゃないですか、なんかもっと好きそうな感じするじゃないですか。まあこういう感じでどん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 こうキャッチーなタイトルをつけてほしい。なんですかね、文章ってやっぱ伝わりづらいんで、うまくここで、ここが勝負ですね、やはりブログで、例えばこれからね、読者登録とか、いいねとか、メタとかしていくと思うんですけども、そうすると、例えばスマホでね、アメーバブログって書いてあったりして、いろいろ出てくるわけですね。で、やっていくと分かると思いますけれども、ここに、いいねがつきましたとか、読者登録来ましたとかが出てくるんですよ。で、クリックすると、タイトルが出てくるんですね。その人の、来てくれた人のタイトルが。タイトルじゃなくて、ニックネームか。ニックネームとタイトルとかが出てきます。ブログのタイトルとか。そこで、おって思われないといけない。だから猫好きのカフェ会館でプチ企業とかだったらちょっと弱いかなって感じです。おっては思われないかなっていう。だからちょっとカフェに行け、猫カフェに通う20代女子って言われたら、猫が好きな20代女子は絶対見るじゃないですか。どっちかって言ったら確かに40代とか見ないかもしれませんけども、20代の人は絶対見るみたいな。あとまあ専門的にしていくってことですね、どん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 。だから例えばカレーを食べたいなと思ったらここ一番と思い浮かびますよね。まあそういうイメージです。実際定食屋さんにもカレーはありますし、お蕎麦屋さんとかにもカレーあります。でもカレー食べたい時って行かないですよね、そっちには。やっぱりカレー専門店に行きますし、ラーメン食べたかったら有名店検索して、どうせだったら有名なお店に食べに行くとか、やっぱラーメン専門店に行きたいわけです。そんな感じでどんどん絞ってで、ここでまたちょっと話しとれちゃうんですけども、これでまあモデリングっていう概念があります。例えば、これですね、猫好き。なので、自分で考えて、想像してやってるっていうのももちろんいいんですよ。ただ、真似をするっていうのも非常に大事です。だから、猫好きであれば、猫好きって検索するんですよ。猫好きブログって検索するんです。そうすると、猫好きな人がブログやってるブログが出てきます。で、中にはめちゃくちゃいいタイトルつけてる人いっぱいいます。それをパクってくるんですよ。パクるっていうのはよく、ね、いい表現ではないですけども、まあそこをね、真似すると
ていうことが僕もよく言うんですけども、パクるんじゃなくて言うんじゃなくてモデリングっていうねあのいい言葉がありますんでモデリングっていうことをしましょうということで、ちょっとこれね一回ワークをやりたいと思います。皆さんで考えてください。あのこのタイトルをここに当てはまることで思い、まずはブレインストーミングをして、自分の好きなこと、好きなもの、得意なこと、もしくはこれから学んでいくことでもいいです。学んでいくことって自然にね吸収するので、あの吸収したことをそのままアウトプットすればいいというようなイメージです。私のブログ最初始めた時は、まあ、これからねあの僕まだ起業してない時からあのブログやってましたけども、まあ、これから起業したいかなということで、まあ、起業家のブログでこれから起業するぞみたいなね、あの今考えると結構痛い感じのあのタイトルでやってましたけども、まあ、でもそういう時って僕もねあのその時本よく読んでたので、まあ、起業家の本とか、ね、あの読んでこういう方になりたいなとかで読んで、あすごいいい句書いてあるなと思ったらそれ書くみたいな、それでもいいです。これから学びたいことでもいいです。ただまあ、私がおすすめするのはやっぱりあの好きなことですね。自分が苦にならないこと、まあ、先ほど言いましたメディア取材をするっていうのがこれから大事になります。やはり私もそうですけども、自分だけの体験では追いつかないことが正直あります。なのでいろんな人で出会って写真撮ったりとか取材にしに行かなきゃいけないんですね。要は料理屋さんに行ったら写真を撮る癖を絶対につける。あとは、まあ、ミーティングとか打ち合わせしたら絶対写真撮る。でその時の学びとかを伝えたりっていうのを必ずしていくような感じで、で取材をしていくわけですから好きなことじゃないと続かないんですよね。やはり難しいです。実際、まあ、これから学ぶことでもいいって言いましたけども結構それね難しかったりします。なので最初はまあ、その勝手にやっちゃう系がいいですね。例えば僕だったら昔料理やってたんで、家でもね今も料理作るんですけども、まあ、料理は好きなんですよ。だから勝手にレシピとかね自分で検索して自分で作ったりするんですよ。でそういうのが勝手やすいですよね。やはり勝手にやっちゃう系がいいですよ。これ猫好きやったら猫ね、あの電車の空き時間にね猫好きの人のブログ見て研究するのってすごく楽しいじゃないですか。研究対象にしての楽しいこととかの方がすごく書きやすいです。でこの後も話しますけども、最後に記事は最後にねカフェ会の方につながるようなテンプレートも用意してますので、そこは気にせずにタイトルを考えてほしいです。好きなことでつなげるということです。はい、そんな感じでじゃあワークを始めたいと思います。何個か挙げてください。例えば。猫も好きだし、犬も好きだし、犬も好きだと言ったらおかしい。猫も好きだし、まあ料理、料理も好きだな。あとは、人と会うのは好きだなとか、まだ喋るのも好きだな。食べるのが好きだな。あと車が好きだなとか、バイクが好きだな。もあったやつで私言うとスノボーとかねすごい好きでした。スノボーカラオケとかいろいろあると思います。それでいろいろと自分の得意なことをあぶり出してみてください。この後プロフィール作成もやります。その時も非常に重要です。どちらにしろすごい使えます。今後ねプロフィールを書くにしろ、記事を書くにしろ、まあ、自分の得意にして、ね、得意なものをこう取り出していくっていうのは個人も企業も同じです。法人さんのコンサルはしてますけども、個人の方もそうですし、法人様がやっているサービスのメリットをいかに伝えるかっていうふうに考えた時っていうのは絶対これやります。なので関係ないです。これからね、やっていくのはテレビですから、うまく伝えていく、強みを出していく、それは企業も個人も同じです。なので、今後ね、一生使えるレベルで役に立ちますから、まあ、自分が起業してね、これから会社を作って、スタッフを雇ったとしても、またこれ絶対必要になりますよ。強みっていうのは、ね、絶対必要になりますので、アプリ頑張って、こう、
まだ眠いかもしれませんけど、まず早いんでね。でも朝ってすごく よくて、朝に、クリエイティブなことをするっていうのは、世の中の、この前僕も好きな記事があるんですけども、まあ世の中の上場企業の CEO さんとかが朝大事にするっていうのは、朝クリエイティブなことをすると一番脳がね活発になる時間帯です。なので非常に出てきます。あと余計な情報が入ってきた、さっきも言いましたけども、余計な情報が入ってないんですよ、朝って。起きたばかりですから何も考えてないじゃないですか。だから1日立つと人間っていろんな情報が入ってくる、さっき言ったじゃないですか。夜になればなるほど記事とか書けなくなるんですよ。なぜか、それはいろんな情報が入ってきちゃうんです。知らない間に情報って取ってるんですよ、私たちっていうのは。それでいろんな情報が入ってくると、なんていうんですかね、水で言うとどんどんいろんな色のね、絵の具がこう入ってきちゃう感じ。だからまだ何にもね色がついてない時の状態で描くと本当にどんどん描きます。私もブログ更新するときは絶対朝起きて、30分後ぐらいです。それだと大体30分から1時間で描けるんですけども、夜になると2、3時間かかっちゃうんですよ。これはなぜかっていうのは余計な情報が入ってきてしまうから。ちょっと話をねそれましたけども、今かなり活発になっているはずです。なので、今ねいっぱい出てくると思います。だから書いてみてください。実際、そうですね、もう10分ぐらい撮りたいと思います。それではスタートしていきます。はい、で先ほども言いましたけれども、モデリング、今検索してください。どんどん自分の好きなこと、自分の憧れの人でもいいですで、キャッチーな部分を考えてみてください。